一応今日の授業なんですけれども、前回のベクトルの内積の公式を証明しまして、それから複素数の説明に入ります。で、多分複素数は演習の授業の方で先にやっていると思いますが、一応講義でもこれから説明をすると。それからですね、あと一つ皆さんに予告をしておきたいと思いますが、複素数の次の説ですね、教科書13ページの第 1.4 節、N 項数ベクトルという説がありますけれども、この説はこれまでの授業でその平面ベクトルを扱ったときにいろいろな定義を行いました。で、 N 項数ベクトルについてもそれらがほぼ同じように当てはまることになりますので、1.4 節は、詳しくは最初にやったからいいよねということで、ほとんど通過することになると思います。ですので、一応 1.4 節をやるのは、多分早くて次回になると思いますけれども、一応そういうことになりますので、皆さん、予習を適宜しておいてください。一応予告でした。それから今日はすいません、マスクをつけて失礼します。実はちょっと風邪をひいてしまいまして、で、先週までのですね、ちょっと寒い気候を乗り切れるかなと思っていたんですが、やっと乗り切ったと安心したのがいけなかったようです。皆さんもお気をつけください。それでは今日の、授業を始めましょう。で、一応ベクトルの内積の定義を行いまして、で、前回の授業の最後で公式、内積に関する公式を書きますので、それをもう一度命題として書いておきます。皆さんは多分ノートに書いていると思いますので、ちょっとそれを確認してください。前回の授業の最後でやりました問題は、平面ベクトル、これは多分皆さんノートには書いてあるはずですので、もう一度最後に書いた部分見ながら思い出しましょう。A とそれから B、 の成す角度を、シータとすると。で、この時、A と B の内積が A の長さと B の長さの積かける、コサインシータに等しいと、というのが前回の授業の時に最後に、示した命題でした。で、今日はその証明からいきましょう。多分この証明はすでによく知っているという人もいるかと思いますけれども、一応その数学としては非常にオーソドックスな証明の仕方の一つだと思いますので、予習をしてきた人は適宜その自分が読んできた内容を確認しながら話を聞いてください。で、この教科書に載っている証明に従いますと、その三角形を使って証明しますので、ひとまずその θ の範囲なんですが、0と2分の π の間というふうにしましょう。で、それから、この公式の証明の仕方もその教科書、いろいろな教科書を見ますと、そのいろいろな証明の仕方が載っていますけれども、この教科書ではその三角形を使ってですね、その証明する手順が載っています。一応その図を書いておきますか。
まず、まあ、原点 O があって、それから、まあ、1ベクトル A と。で、その1ベクトルの先を、まあ、ラージ A という点と置きます。それから、原点 O からもう1本の1ベクトル B を置いて、で、その先端を、まあ、点 B と。いうふうに置きます。で、そうしますと、ここですね、この部分と、この B を支点として A を終点とする、有効線分がちょうど1ベクトルでいうと、まあ、A-B に対応するわけですね。一応これ図を見ながら確認してください。一応これ今までの説明をもう一度その書いてみますと、1ベクトル A を、まあ、有効線分 OA と、それから1ベクトル B を有効線分 OB とするとき、有効線分 BA というのはどう表されるかというと、これが A-B で表されます。で、一応成分ごとに書くと、第一成分が A1-B1 で、第二成分が A2-B2 になるわけですね。それから、あと、この図でですね、この点 A から直線 OB への垂線を引きまして、で、この垂線の足を H としましょう。この垂線の足を、H と置きます。で、まあ、こういう形で、三角形、こう2つの直角三角形をこう作ることができます。1つは三角形 OAH で、もう1つは三角形 BAH ですね。で、この今下ろしたこの垂線の長さをスモール h としましょう。そうすると、はい、あ、うん、あ、ごめんなさい、 OB ですね、ごめんなさい、そうです、ありがとうございます、そうですね、 OB でした、はい、ありがとうございます。これで大丈夫ですかね。はい。それで、で、まあ、直線 KH の長さを、スモール h とすると、三平方の定理から
その次の2つの二通りの等式を導くことができます。でまず三角形 OAH に関しては、その線分 OH の長さが、すみません、一つ大事なことを書くのを忘れてたんですけれども、角ですね、この1ベクトル A と B のなす角を今 C だと置いてます。そこを一応注意してください。で、三角形 OH に関しては、この線分 OH っていうのが、これは、1ベクトル A かけるのコサインセータということですので、そうすると三角形 OH に関してその三平方の定理を使うと H2乗と、それから、OH2 乗ですから、コサインシータの2乗を加えたものが、その斜辺の部分っていうのがちょうど1ベクトル A になりますので、A の2乗と。まあ、こういう等式を導くことができます。これが1番目ですね。すいません、やっぱり今日はちょっとなんか風のせいか、こうさっきのような間違いミスがまた出るかもしれませんので、その時はどうか教えてください。でそれからもう一つ、三角形 BH についてその三平方の定理を使いますと、今度はその BH ですね、辺 BH をその1ベクトル A と B を使って表しますと、BH の長さが1ベクトル B の長さから A の長さかけるコサインシータと、まあ、こういう形で表すことができますので、そうすると三平方の定理を使って2乗の和が、この場合三角形 BAH の斜辺は辺 BA で、 BA っていうのはちょうど1ベクトルでいうと a-b ですので、 a-b の長さの2乗、まあ、こういう等式が成り立ちます。でこの2式からその H をこの H ですね、この H をうまく消去すると、その1ベクトル A とそれから B の、まあ、長さに関するこう等式が導かれるんですけれども、まずそうですね、この1番目の式から、まあ、H2 乗イコール1ベクトル A の長さの2乗マイナス A の長さコサインセータの2乗っていうのが出てきますの で、まあ、これを、まあ、3式と置きまして、で
の上の丸三を、丸三式を丸二式に代入しましょう。で、じゃあ代入した結果をちょっとこちらの右側の黒板に続けて書きます。そうしますと、a-b の2乗イコール、まあちょっと途中の計算をガチャガチャガチャっとやりますと、a の長さの2乗プラス、b の長さの2乗、マイナス2倍の a の長さと、b の長さの積と、あと、まあ、国際指導の積と、まあ、こういう等式が導かれます。で、これは、まあ、ちょっと4式と置きますけど、でもこれ皆さんよく知ってる、その余弦定理と呼ばれる公式ですね。でそこで、今度はどうするかというと、この式のですね、このベクトル A と B のその成分の全部じゃないんですけど、一部をですね、各成分を用いて表します。丸4を、ベクトル A とベクトル B の、まあ、各成分を用いて、まあ、表しますと、どうなるかというと、教科書ですと、9ページですね、教科書です。9ページの、今4行目をこれから書こうとしているんですが、まず左辺ですね、これ、ベクトル A とベクトル B の差の、長さの2乗ですから、これ成分で書くと、まあ、成分ごとの差の2乗の和になります。ので、まあ、A1-B1 の2乗プラス A2-B2 の2乗と。で、統合が来て、で、あとはこのベクトル A の長さの2乗とベクトル B の長さの2乗を個成分を使って表しますと、ベクトル A に関しては、A1 の2乗プラス、あ、ごめんなさい、A2 の2乗ですね。A2 の2乗。それさらに加えることの、B1 の2乗プラス、B2 の2乗。で、最後の項だけはこのまま残しておきます。マイナス2倍の、ベクトル A の長さかける、ベクトル B の長さかける、まあ、コサインシータということにしておきましょう。で、まあ、これを整理しますと、まあ、これ展開するとこうまたぐだ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 と長い式が現れますが、一応そこは省略しますけれども、まあ皆さん後で復習するときにはぜひ自分で計算してみてください。この式を展開している部分は僕の使っている講義ノートには全部書かれてあります。ですので僕自身一応皆さんの授業の準備をするときには自分で全部の式の展開を計算して準備はしています。ので、まあ、
皆さんは復習の時にですね、適宜自分の、まあ、習熟度というか、まあ、よく分かったっていう部分は飛ばしていいと思うし、あとまだちょっとここが分かんないなっていうところはよく自分で計算してみてください。では整理しますと、左辺がマイナス2倍の a1b1、マイナス2倍の a2b2 で、右辺がマイナス2倍の a のノルム長さ b の長さかける、まあ最終だと、まあ、こういう形にこう整理できるわけですね。で、まあ、さらにこれをですね、うまくまた両辺の符号をちょ直したりそれからしますと、あと、まあ、項のですね、移項などをしてまとめますと、まあ、A、ベクトル A の長さかけるベクトル B の長さかけるコサインセータっていうのが、ちょうど A1、B1 プラス A2、B2 と。まあ、こういう等式が導くことができまして、では最終的に、この命題で示すべき公式が示されるということになります。以上がこのベクトルの内積に関する公式の証明ですけれども、ここで何か質問ありますか？後ろの人見えます？下の方は大丈夫ですか？ちょっと黒板上の方にありますね。はい、いいですか、大体。それで、いくつか、この、まあ、今説明した命題、もしくは公式に関して、この注意を書いておきます。まず、1点目の注意なんですけれども、皆さん、この証明の仕方を見て、気づいた人もいるかもしれませんが、この証明の手順っていうのは、三角形を使っていて、でしかもその教科書の図にありますように、そのセータがですね、鋭角の場合の三角形を使っている時にはこう皆さん直感的にこう図で分かるように示されていると思います。でところが例えばセータが0の時はどうなるかとかですね、それからセータが2分の π の時はどうなるかとか、それから、じゃあ、θが鈍角の時はどうなるかとか、それから θが、π に等しい時はどうなるかっていうのは、実はこの三角形のその証明に用いた図からはあまり明らかではないですよね。っていうのは、ここにありますように、その、三平方の定理を、使いましたので、ちょうどこの垂線、点 A から直線 OB に下ろした垂線の足 H がこの線分 OB の間にこう存在すると、まあ、それを使って今証明していましたから、そうすると θがですね、この0から2分の π の範囲を超えると、そのまたちょっとこの図形とは異なるものが出てきて、具合が悪いといいますか、この図ではうまく説明できない場合があるということに注意してください。で結論から見ますと、じゃこの今証明に使った図がですね、うまく使えない場合っていうのも、この、
内積に関する公式が成り立つということが、示せます。で、どうやって示すかなんですが、ちょっとここの時間では扱う時間が残念ながら足りませんので、まず皆さんで考えてみてください。それから、その上で答えは、僕の講義ノートの方に一応ちゃんと書いておきましたので、ちょっと考えてから僕の講義ノート、関心のある人は見てみてください。一応結論だけ書いておきますと、例えば θ イコール、0ですとか、それから2分の π ですとか、それから、2分の π より大きくて π より小さい範囲の θ の値ですとか、それから、θ が π の場合も、上の命題が成り立つということが、よく考えると示すことができます。で、ただし、今やった証明のように、その三角形を使って三平方の定理で直接示すのとはちょっと証明の仕方が異なってきますので、それは先ほどの教科書の図で、θ が0の時とか2分の π の時とかっていう状況をちょっと自分で作ってみながら考えてみましょう。それからもう一つなんですけれども、じゃあじゃあ θ、この角度 θ がですね、例えば、今、注意の位置までは、θ が0から π までの間で、この、内積に関する公式がうまく成り立ちますよってことを言ったんですけれども、じゃあ、この角度、2つのベクトルをなす角度が、π より大きい場合にはどうなるでしょうっていう話が、またやっぱり疑問なわけですね、数学をやる上では。で、一応そういう時も、ちゃんと、数学的には調べておく必要があります。で、結論から言いますと、この θ の扱いなんですけれども、その θ はですね、π より大きい場合に関しても、その π 以下ですかね、π より小さい場合を、と考えて、一般性を失わないという言い方をします。まず書いておきますね。上の命題において、θ は、0以上 π 以下として、失わないと。で、これはどういう意味かというと、このベクトルをなす角というのは、例えば、今、平面ベクトルで A と B という2つのベクトルが与えられたときに、そのベクトルをなす角は、0以上 π 以下というふうにして扱って問題ありませんよっていう意味です。で、ちょっとそのですね、内容というか、その理由といいますか、数学でよくその一般性を失わないっていう言い方がよく出てきますので、これがどういうことかってちょっと説明しておきます。仮にですね、例えばベクトル A があって、ここに原点 O があって、それからベクトル B があったとすると。で、例えばこの2つのベクトル、この A と B のなす角と θ っていうのが、こんな形で、π よりも大きい場合ですね、180よりも大きい場合っていうのがあったと、そういう状況があったとしましょう。で、皆さんとこのですね、ベクトル A とベクトル B が、例えばこういう形で与えられるときって、そのベクトル A とベクトル B のなす角度っていうのは、直感的にどういうふうに捉えます？今僕が黒板に書いた形では、この、180度より大きい方を取ったんですけれども、多分皆さんベクトルとベクトルのなす角って言ったら、
こちらの方を取るんじゃないかと思うんですよね、直感的には。例えばこれ θ' としましょう。で、そうすると、じゃあ例えばベクトル A とベクトル B のなす角っていう時に、この白い θ を使ってその内積の公式を考えるのと、この黄色い θ' っていうのを使って内積の公式を考えるのと、結果が等しいでしょうか、違うでしょうか。結果が等しくなると思う人ちょっと手を挙げてみてください。はい、結果が違うんじゃないかと思う人手を挙げてみてください。まだよく分かんねえなっていう人手を挙げてみてください。はい、OK です。で一応その数学ではこういう状況の時にですね、まずその結果が等しくなるか異なるかっていうのを考える必要があるってことは大事なんですね。一つ。それから、できればこういう状況だったら結果が等しくなってほしいなというふうにこう期待するわけですね、数学を勉強していると。で、結論から言いますと、実はこの2つの場合っていうのは結果が等しくなるということが証明できます。これからちょっとその種明かしをしましょう。一応ですね、今までやってきた話の中で、公式の中にですね、コサインセータっていうのが出てきたところに注意してください。そうするとこの内積の公式がうまく成り立つためには、この状況でですね、コサインセータが、この白い角度とそれから黄色い角度の方で等しくなるってくれると嬉しいわけですね。で、そうするとじゃあ、これよくある話なんですけど、xy 平面上にこう単位円を書いて、で、例えば、θをまあ、この向きに取りましょうと。で、そうすると、じゃあコサインシータっていうのはちょうど、ここの値なわけですよね。で、ところが、ここなんですけれども、これっていうのは、ここの先ほど黄色で書いたシータダッシュってやつなんですが、これっていうのは実はシータを使って表すと、2π マイナス θ というふうに表せるんですけども、実は、反対側の向きから測ってもそのコサインの値は等しいんですね。だから、この状況ですとそのベクトル A とベクトル B のなす角をその180度より広い方、大きい方で取っても、180度より小さい方で取ってもそのとコサインの値は等しいということで、どっちの角度をとってもその内積に関する公式は同じように成り立ちますから、そうするとこのベクトルのなす角っていうのはもう0から π の範囲にとっておいて、大丈夫、計算できますよっていうのがここで言っている2番目の注意です。ということで、まあ、もしそのベクトル A とベクトル B のですね、なす角が180度より大きい値で与えられたら、例えばこの θ で与えられたら、実際にはこちらの180度より小さい方のなす角を取って計算しても辻褄が合うということに気をつけてください。はい、ちょっと回りくどいというか面倒な説明だったかもしれませんが、何か質問ある人いますか？はい。で、それから、じゃあ、あといくつかですね。内積については、もう一つ二つコメントをしておきます。実はこれから述べる最後のコメントが、実用上は最も大切かもしれません。一応まあ命題という見出しは一緒なので消さずに残しておきましたけれども、まず内積に関しては2つの性質が言うことができまして、1つ目は平面ベクトル A と B が直交する場合ですね。直交する場合には、
A と B の内積は0です。で、これは実用上は非常に頻繁にいろいろなところで使われます。なんで御利益があるかというと、その線形代数をやっていると、例えば与えられたベクトル同士がですね、直交するか否かっていう判定を迫られる場面っていうのは結構あります。で、その際に、定義通りに従いますと、例えばそのベクトルをなす角っていうのをこう測れば、わからないこともないんですけれども、その三角関数の計算っていうのは、結構大変ですよね。皆さん、手で計算しても大変だと思うし、大体手計算だと、そのいくつかの典型的な場合にしか、値は分からないですし、コンピューターで計算しようと思っても、三角関数の計算ではそれなりにコストがかかります。で、それが、直交するか否かを判定するだけだったら、内積を計算しなさいと。で、それがゼロになるかどうかを見ればよいというのは、計算、コンピューター的にはかなり、コストの面では有利なんですね。ですので、こういう、非常に単純な性質なんですけれども、結構有効だと思います。それから、あと、これもかなり単純ではありますけれども、自分自身の内積は、その長さの2乗に等しいというのも、これも、よくいろいろなところで使われますので、一つの事実として押さえておきましょう。はい、内積に関しては、このぐらいにしとこうと思うんですけど、皆さんから何か質問などありますか。はい、多分ですね、その内積、ベクトル内積は、すぐには頻繁には出てこないかもしれません。で、もしかすると、この線形代数の授業では、もっと後の方で出てくるかと思いますけれども、その実用上は、やはり頻繁に顔を出すこともありますので、一応内積っていうのが出てきたときに、戸惑わずに使えるようにしておいた方がいいかなというふうに思います。それでは、一応内積が終わりましたので、教科書10ページの、セクション 1.3 の複素数に入りましょう。複素数を習うのは初めてっていう人はどのぐらいいますか？習うのはってのは、その演習、別に演習では皆さんやったと思うんだけど、その高校まででやったことがないっていう人は、はい、はい、わかりました。はい。大体の人は一応やってるんですかね。やってる人もいる。はい。はい。はい、わかりました。はい。それで一応、一通りですね、この、例えば皆さんこれから今後複素数を使う上で困らない程度にいろいろ言葉の定義はやっておきましょう。まず一応ですね、その複素数を扱うには皆さんよく知っていると思いますが、虚数単位というのがあります。多分皆さんはこれまでやってきた数学の中でこの虚数単位は i という字でこうよく馴染みがあると思いますが、
では皆さんに聞きます。虚数単位の i って何ですかと聞かれたときに、皆さんどう答えましょうか。一応そういうことをこれからやってきますね。じゃあ虚数単位が i っていうのは何かっていうと、方程式 x2 乗プラス1イコール0の解を考えます。すなわち、まあ、2乗してマイナス1になる数ですね。でこの2乗してマイナス1になる数という数というのは、その実数の範囲内では、まあありえない数ですよね。ですので一種こう新しくルールを作るというようなものなんですけれども、で、でもう一つ気をつけていただきたいのは、実はこの方程式の解ですね、解のが何個あるかっていうことなんですけれども、x2 乗プラス1イコール0の解は2個あるってことに注意してください。まあ、皆さん多分お分かりのように、その一つを i と置くと、そのマイナス i も解になるわけなんですけれども、二つあると。で、そのうちの一つを、まあ、虚数単位というふうに名前つけるわけです。でこれを、まあマイナス1の平方根または、まあ、アルファベットの小文字に似た文字でその i で表します。まあ、非常に当たり前の定義ですね。で、じゃあちょっともう、じゃあこれに引き続いてその素数の定義を一応やっておきましょう。複素数の定義も、多分皆さん複素数って何ですかって聞かれた時に、答えられるかと思いますが、一応もう一度復習しておきますと、まあ、A と B を、まあ、実数とした時に、先ほど定義した虚数単位を使ってA プラス BI の形で表される数を複素数と言います。というのがまあ定義ですね。それから、複素数全体の集合これはまあ多分その演習でもやったと思いますけれども、このまあ太文字の C という記号で表します。
C は複素数を英語で言ったコンプレックスナンバーの C をよく数学では使います。ちなみに、この C、複素数全体の集合 C をですね、この集合の記号で表すと、どう表すでしょうか。これもちょっと皆さんチェックしておいてください。A プラス BI の形で表される数で、で、A と B は、実数から取ってきなさいと。まあ、こういう書き方で、その複素数全体の集合 C を表すことができます。で、多分ですね、その皆さん複素数は、まあ、高校で習った人は高校でも習って、で、まあ、こういうもんだというふうにこう聞いてですね、ふーんっていうふうに思った人が多いんではないかと思うんですけれども、実はこの数学の世界をですね、に複素数を取り入れるといいますか、その数学の数の世界を複素数に広げるというのはそう簡単なことではなかったということが、これまでの数学史の話から分かっています。で、複素数の存在がなぜどのようにして最初に気づかれたかというと、人々当時っていうか何年中世ですかね、中世の数学者なんですけれども、その頃の大数学の大きな問題として、その方程式の解の公式をどう見つけるか、どう掛け合わせかというのが問題になっていました。と、皆さんですと、その中学、主に中学でその二次方程式の解の公式を習ったと思いますけれども、当時の数学者たちは、じゃあ三次方程式の解の公式がどうなっているのか、四次方程式の解の公式がどうなっているのかということを一生懸命調べていました。で、その三次方程式などを解こうとしている間で、負の数の平方根という概念が出てきまして、で、当時の数学者たちは非常に困ったわけです。なぜかというと、その時代までは自分たちが知っている数の全てというのは実数の範囲だったんですよね。で、しかもその、まあ、平方根までは知っていたんですけれども、その、まあ、実数を二乗すれば、正の数になるはずですから、そうすると二乗して負になる数っていうのはそれまで誰も知らない数だったわけです。で、いろんな人が考えて、そのじゃあこの二乗して負になる数をどう扱おうかということを最初は非常に苦労しました。で、ある人たちは、そんなものはありえないと言って、その数学に取り入れることに反対したりした人たちもいました。ところが、そのいろいろな数学者たちの努力の、まあ、過程を経てですね、その二乗してそのマイナス1になる数というのが、今でいうその虚数単位ですとか、それから複素数として数学に取り入れられて、で、実は複素数のを使うとですね、その例えば関数の世界とか、それから方程式の世界も複素数の範囲まで広げていろいろ物事を考えると、実はいろいろな問題に対して非常に強力な道具であるということが分かってきまして、で、今ですと、そのまあ高校や大学でその複素数を学ぶと、あとはそのまあ物理ですとか電気工学などでも複素数は広く使われていますということで、その複素数をですね、その数学を受け入れるためには、その多くの人たちの勇気と努力が必要だったんじゃないかと思います。で、数学っていうのは時代とともにこう概念を少しずつ広げていって現在に至っているわけなんですけれども、その当時の人たちがその複素数を受け入れるっていうのは、ある意味で言うとこの世界を広げるというか、世界のものの見方を変えるといったようなことになるかもしれないですね。で、よくその皆さんもその数学や物理 の, その哲学的側面っていうのを
まあ、聞いたことがあるかもしれませんが、僕もあまりそれまではピンとこなかったんですけれども、そのまあこういうですね複素数をこう受け入れるっていうのが、まあ、ある意味では それまでの自分の世界観を広げるという、まあ、そういうことにつながってくるのかなということを感じました。ということで、まあ学校で習う複素数を習うときにはこう非常にポンと定義だけ出されて、うん、こういうもんかって思うかもしれないですけれども、実はそうやってこういろいろな人のまあ文化的な営みというかそういうのがあってこう今の数学に至っているということを、まあ、ちょっと知ってもらえたらなというふうに思います。さてじゃあ、まあ、しばらくはちょっとつまらないかもしれませんが一応道具の定義を淡々と続けていくわけですね。まあ、複素数がありますと今度実部と虚部という言葉がありますのでえっ、ー、と一応確認しておきますと複素数 z をですね、a プラス bi といったときに、まあ、a というのは、z の実部で、b が z の虚部で、まあ、それぞれ、書き方としては、このような形で表します。A は、実部はリアルパートって呼んでいますので、まあ、頭文字ですね。それから B は、虚部は英語でイマジナリーパートって言いますから、その頭文字を使って、表します。それから、次の定義なんですけれども、虚数と準虚数という言葉もあります。まあ、この z を複素数としたときに、z の虚部が0のときですね、この z を虚数と言います。ですので、この定義から分かると思うんですけれども、実数は複素数かって言われたときに、皆さんどう答えるでしょう。実数は複素数だと思う人、ちょっと手を挙げてみてください。はい、実数は複素数でないと思う人、手を挙げてみてください。はい、正解はですね、実数は、複素数です。で、その理由なんですけれども、実数はですね、その複素数の a プラス bi という表された形の中で、特に、虚部の b が0と置いた数のことですね。
で、同じように、その虚部が0でないときは、Z を虚数というというところに注意してください。で、ちなみにですね、この Z、複素数 Z に対して、その実部が0で虚部しかないよというときですね。虚部しかないような複素数のことを準虚数と言います。はい、でじゃあ次の定義なんですけれども、ちょっと低いかな、じゃあちょっとこっちに書きましょうか。次に定義する言葉、複素協約という言葉です。複素数、2つの複素数ですね、a プラス bi、それから a マイナス bi を互いに複素協約あるいはただ単に協約であると言います。で、この z イコール、a プラス bi という複素数を z と表したときに、この z と、協約な複素数ですね。a マイナス bi を、Z のバーで表します。で、その字について一つ注意なんですけれども、この協約という字なんですけれども、もともとはですね、車辺に役の方ですね、役の方の字は車辺に役年の役という字をで表してたのが、今は役目の役員の役という字になっています。ですので、この字はあくまでも読み方としては協約と読むべきで、この役員の役って音読みで駅とも読めますから、教育とも読みたくなるんですけども、教育と呼ぶのは誤りですので注意してください。もともとはこういう字です。教育ですので、教育は、誤りですというところに気をつけてください。あくまでも教育と呼んでください。
で、次、まあ、どんどんでいきますけれども、今度は複素数が等しいということですね。等しいことの定義は、まあ、これも皆さん多分よく知ってると思いますけれども、まあ、例えば複素数 Z1 として A1 プラス B1i というのが与えられていて、もう一つ、Z2 として A2 プラス B2i が与えられているとしましょう。で、この2つの複素数が等しいとはどういうときに言うかというと、これはよく知っていると思いますが、実部と虚部はそれぞれ等しい、互いに等しいというときですね。だから、実部は A1 と A2 が互いに等しい。かつ、虚部の B1 と B2 も互いに等しいと。で、このとき、2つの複素数は等しいということで、Z1 イコール Z2 と。で、表します。大体この辺で教科書で言うと、まあ、10ページが大体終わったというところですね。で、次に、複素平面を一応定義しておきましょう。でこれはその複素数まあ A プラス BI をですね、まあ XI 平面上の点この AB に、まあ、対応させて表すことをします。表したものを、これを複素平面もしくはまたの名をガウス平面と言います。でそこでその一つ注意なんですけれども、これまでの その平面ベクトルを扱った中でですね、その平面上の点とその1ベクトルを対応させることで、対応させるという話をしました。でということはこの複素数と平面上の点が対応できるということは複素数とその平面ベクトルを対応させることができると。ということにも注意してください。
一応まあ直感的にはみんな同じものを使っているように見えるんですけれども、数学の道具としてはみんな異なるものなんですね。どうしようかな。平面上の点とその1ベクトルを対応させることによって複素数の全体ですね。複素数の全体の集合この C とそれから平面ベクトルの全体のこの R2 は1対1に対応します。もう少しこう略した形で書くと、そのまあ C と R2 が対応するんですけれども、どのように対応するかというと、複素数 A プラス BI に対して、R2 は例えば、R2 では、この平面ベクトルですね、AB がこう対応すると。いうことで、その複素数をあたかもそのベクトル平面ベクトルのように扱っていろいろ計算をしたり考えたりすることが可能であるということに注意してください。で、あと、2、3の定義で、今日は終わりになると思いますけれども、次に複素数の絶対値の定義をします。これは、教科書の説明の仕方と若干異なるかもしれませんけれども、あくまでも複素数の絶対値は、形式的に定義されまして、定義するやり方もありまして、複素数 Z イコール A プラス BI の絶対値。これを、実数と同じように Z をこう縦棒2本で囲って表しますけれども、これは、実部の2乗プラス、虚部の2乗の平方根として表して、さらにこれは、Z と Z の複素協約の積の平方根としても表されます。で、このようにして定義したその複素数の絶対値がですね、その複素平面上でそのどういう量に対応するかというのが次の注意なんですけれども、
複数 z イコール a プラス bi の絶対値はですね、絶対値は対応する1ベクトル、これに対応する1ベクトルっていうのは、まあこれ A と表しましたけれども、成分はそれぞれ実部の A と虚部の B を成分に持つ1ベクトルなわけですね。でこれの長さ、等しいということが、まあ、この複素数の絶対値の定義から分かります。で、まあ、これによってその複素数は、まあ、それ自体が平面ベクトルと同じように扱うことができるわけですね。その成分もその平面ベクトルの成分と同じように扱うことができるし、長さに関してもその複素数の絶対値っていうのがその複素平面上では平面ベクトルの長さに対応しますから、だから複素数は平面ベクトルとまあ同じようなものとみなして取り扱うことができるということで、こういろいろまあ、直感的な理解をする上で便利になると思います。今日はだいたいそうですね、このぐらいでそろそろタイムがなると思いますが、何か質問ある人いますか？じゃあ、次回なんですけれども、次回はこの続きで複素数の変革、それから指則演算について説明しまして、で、これで複素数は大体終わりですね。で N 項数ベクトルは、ほとんどを通過して、多分次回中に行列の定義に入ると思いますので、まあ、そちらの方も適宜予習してください。では、連休の後半も皆さん有意義になることを祈っております。また来週、次回やりましょう。お疲れ様でした。